ありますね。あ、これだな。あの宝珠、宮崎の上がりです。ビーチピング一発ドラドラ裏一リーチツボ、わー、途中ドラゴン裏ですね。リーチツボ裏来た。ちょっと危ないかも。危ない。宮崎宝珠アクション上がり、リーチ太陽赤裏裏12,000は12,300。あ、これ山だ。これもう一回アクセプリーハンガーカウンター、どうする。これ今引いた。ビーチ。こちら、ベンチピン。ビーチちゃんとね。うわぁ、よかったよ。嘘、嘘だ。ビーチ一発作ってた。3点。ここを選択すると安藤が太陽で待ち構えております。今が宣言されました。あとつまりリーチつま赤、ペインドラドラ流局 OK か、取り直って流局は全部 OK だな。流局は全部ここは両面に取った。宮崎がリーチといきます。テンパイ、いやこれはもうね、形式的なリーチになる。ここはスープンが通る、スープンも通るんですが、はい、リーチを打つかどうかだけ考えた闇天だ。闇天になりましたね、うん、はい、流局です。まずはアクセスト選手です。お疲れ様でした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 。も含めて、あとはサブロスを上がらずだったりとか難しい判断たくさんあったかと思いますが、うん、振り返られていかがでしょうか。そうですね、なんか結構手はずっと入ってはいたんですけど、はい、なかなか上がれずとかもあって、まあ、なんか最後の最後に1戦目はこうなんか爆発したんですけど、まあ、それもちょっと陽平さんに崩され、うん、ううってなってたんで、最終的になんかすごいめっちゃ細かいところで条件満たせ、あれこれ満たせるのではって思って、すいません、ちょっと、ね、こっちも条件計算してる途中にもう始まっちゃってたんで、すいません、すいません最後本当に拾えてないからね。いや、本当に申し訳ないです。私もちょっとなんか久しぶりすぎて、そのトーナメントみたいなやつが、うんうん、あの計算、あれ間違ってるかもしれない、合ってるよなってすごいなんか考えちゃって、うんうんうん、最後もなんかリーチしたら一発から裏条件で上がったら、うん、トップになって通過するか、あと三巡しかないから一人鉄板の方がいいのかっていうのをちょっと悩んでて、うん、でね、そうだからそれが抜けてるからこれ相番がなくなった時にリなんかこれ最後の手番でリーチかみたいな話をして、ね、そうですよね、そうだ一人テンパイで、はい、すいませんでした。いやめっちゃよかったです。なんかあれで間違えてそこまで開けなくていや、すごい、あのコメント欄も立花さんはじめ、すいません、これはアクセさんがすごいと、いやーよかった、さなもちろん嬉しい。あ、いえいえいえ、全然なんかめっちゃなんか接戦になってると思って、うん、私もヒヤヒヤしました。あ、合ってるかどうかね。だから相撲ドライチで OK でしょ。相撲ドライチ OK ですね、リーチして、うん、普通にあの宮崎さんが一発とかでも OK だったんで、そうですね、なんかもうちょっといい間違ったらリーチになっちゃってたかもしれないなと思って、うんうんうん、実際換算数順からだったんですよね。あ、そうなんです、はい、しかも裏ドラ、そうですね、裏ドラが乗りにくい形だからより一発によるもんね、うん、確かに。あ、だからなんかちょっとドキドキわーってなってました。いや本当になんか細い、ね、花の投手が立ち上がったんじゃないでしょうか。そうですね、2-2で勝ち上がれたので、はいはい、なんとか次も頑張りたいと思います。ちょっと私見返して勉強しようと思いました本当にもう一度。はい、というわけであの応援コメントやあの褒めの言葉、お褒めというか絶賛の言葉もたくさん来ておりますので、はい、ぜひ見ていただいた皆様にも一言いただけたらと思います。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね、最後オーラス結構こうハイパー開けてと自分の角が全然噛み合わなくて、これは敗退ではって思ってたんですけど、まあ、なんとか勝ち上がれたので次も頑張りたいと思います。引き続き応援の方よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ちょっとおめでとうございます。ありがとうございます。それではお待たせしました。最後に一日ずつになりました安藤選手お越しいただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったですね。はい、振り返られていかがですか。いや
最後全然行きたくもしなかったんで、あのそう、ね、なんで私トップになったかっていうか展望を持ってたのか全然覚えてないです。細かくですね、やってたんでしたっけ。細かく上がって最後も細かく突っ張ってて、はい、で本当に細かかったです。1600、1200、あれどこから動画上がろうと思ったんですかね、はい、最後の発順ですよね、はい、そう、あれは、まあ、一応アキさんの条件1000、2000ダメにするとかがあるんで、まあ、一応全部上がろうかなと思って、うんうん、全部上がるね、はい、アキセからの直撃は結構いろんな条件が来てるから、そうですね、2000ウォールとかもあったりするんですけど、あと、うん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 、あとツアーガイド宮崎さんからの直撃だと宮崎さんのマンツも消せたりとか、だから一番微妙なのは洋平さんからの出上がりなんですけど、まあでもそれも一応千二千は1個消えて次乗るみたいな形でいいかなとは思ってましたね。準備も早いからね、ここで決めに行くリーチもね、いやありましたね、全然ありました。色々乗るつもりはもうほぼいろいろなんかうーんってか、しかもハイレベルがチュンだっただけに、そうなんです。いや難しかったですねあれね。どうするんですか。いやどうね、どうするんだろう。これとりあえず来てから上がるけど、あとどうするんだろうなと思ってて、ね、言ってたんですよね。で宮崎さんが利益から入った瞬間は、この瞬間上がりたいよねって言われて、あれは全部そう、あれで上がって今積もれ、今積もれ、今積もれ、あの瞬間はでかいんですよ。分かりだからね、マンツーがねできやすいから、そうなんですよね。結局そのマンツーも消してるのも大きいっていう、ね、そうなんで、宮崎さんのマンツーも消してるだけでも全然でかいんで、うんうん、まあ洋平さんからの出るのだけやっぱちょっと微妙感はありますけど、はい、ただ上がるつもりではいましたね。レーザー全部上がるつもりだったと。そうですね、はい、でも結果1位通過と見事、うん、はい、いやー、はい、なりました。最後のドラマありましたしね、私はひたすら祈ってるだけだったんですけど、いやえ、なんかナンバーに入ってもね、結構細かくなって、うん、そうですね。でね、でもあれなんかサブロスと見逃しの曲とかやっぱ見逃しケアとかしてたでしょ。まあそう、起こり得るとは思ってましたけど、うんうんうん、でも、うん、そうですね、ベタ盛りしてるから助かったって感じですね、うんうん、そこまで言うほど頭の片隅ぐらいだったんで、はい、本当に見逃してるなみたいな感じでしたね。危なかったです、ちょっと、うんうんうん、販売足りもうちょっと足りないと危なかったですね。先入り感覚で言ってもおかしくないです。いや、はい、細かいのものを見せてもらいました、はい、ありがとうございます、はい、というわけで改めて通過おめでとうございます、はい、最後に見ていただいた皆様にも一言、また次戦への意気込みなどもいただけたらと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。まあ、次がいつになるかまだちょっと分かんないですけど、まあ、勝ち上がって決勝とかまでいけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。改めてお疲れ様でした。